こんにちは、こんばんは、おはようございます。実況。ピックです。いやでもマス。Need the key. Train wins。It will take years, perhaps decades, to generalize my formula. Still, you have my gratitude.Well, General, what do you think? Set up a firing line, and I'll draw them out.実況者のハグでございます。ハリヨシでございます。ちょっとハグさん、なんかすごいから。確かにすごいことになってますね。ここはどこですか、ハグさん。これはやめよう。ここはあるアンプシエターのところです。もうタイヤ燃えてるから絶対悪いガス出てるから気をつけてね、本当に。確かにここはかつてカルタがここにいましたけど、はい、けれども、それは404をプレイしてる人にとって分かってると思うし、プレイしていない人 にとっての楽しみです。トリオシさんはね、ニューカーワールドに行きたいと思うけど、いや、みんなニューカーワールドに行きたい。俺だってニューカーワールドに行きたいけど。だけど、このニューカーワールド、ニューカーコーラファミリーラディオがね、うん、これでクエストが始まるはずだけど、始まらない。うん、始まらない。だから私が直接行かないといけないけど、はい、その前に、最近この帽子がすごく気に入ってるんだ。なんか、うん、なんでしょうね、ハンコックさん的な。はい。そう、この帽子はすごく好きだけど、セーターベースに合っていないかと思う。ああ、確かにね。こう、そこだけちょっとファンタジーな感じになってるよね。そうそう。だから、本日は、あるクエスト進めて、新しい装備になるかもしれないスーツを手に入れようと。おー、なるほど。じゃあ、その帽子の方に合うような、ちょっとかっこいい、ファンタジーな、そう、帽子じゃない、スーツなのかな。そうですね。めっちゃ犬、めっちゃ犬。なんかムーンウォークというか、マイケル・ジャクソンのモノマネをしてるプロテクターがいて、すごく気が散らされているけど。私もなんか気になる。ちょっと斜めになってる。あ、ちょっと何を言っていたっけ。そう、マックスウェルズ・ワールドに戻ってからあるアルバイトをしている。コールボルト、コルベット、コルベが、あ、カバット。そう、カバットの家族のためのアルバイトをしています。ほうほうほう。君さ、どうしてこうなった？俺と一緒に行こうか。敵対してたけど、なんか。この最近も、そう、カバットの家族のアルバイトをしている。ほい。ね、キャブの家族はかなり不思議な家族ですが、うん、最初の方はね、盗まれたセレム、薬を回収するように命じられて、ハローだ、レイダーから取り返したけど、うん、その薬とはどういうものか。そしてキャブハウスはこう見ると1711年から続いてる家族ですから、うんうん、どうしてそんな長く続いてるのか。そして薬とは何なのか。でも、この間私が。不老長寿の薬みたいな。ん？長生きする薬みたいな。そう。多分そうです。ああ、そうなんだ。で、なぜわかるかといえば、キャブの長男の、まあ、妹が家出して、うん、連れて帰ったけど、彼女はかなり老化していた。おお、薬売ってないから。そう。なるほど。だから彼らは大変なことを隠してますね。しかも彼らが有しているアサイルムが今何か攻撃を受けているようだ。おお。そのアサイルム、
ですね。アサイルムとは、アサイルムというのは、研究所、違うね、メンタルが壊れている、あ、精神療養のサイリウム、うん、あ、そっちのサイリウムっていうか、それしかないか、サイリウム、そうですね。オッケー。え、コンス医者なの？そうですね、経営者みたいな。そう、うん、しかしそこはレイダー、前に話していたその薬を盗んだレイダーが攻撃している。しかしあそこには届いてはいけないものがあるそうだ。なるほど、今回はそれの真実を知ることになる。なるほど、まだこの空気を読まずに喋るプロテクトの方が好きだよ。あ、これなんかついてきてる、ハグさん。なんか昔思い出すね、お前俺と一緒にエリーなんだっけ、バレンタインの天敵を倒してくれたロボットじゃないか。ああ、あれか、あの時に最後のとどめを容赦なく打ち込んだ、うん、あ、そうか、アサイルムにはロレンゾという彼の父が閉じ込められている。うん、え、お父さんが、うん、What's going on? That was Edward. He's at Parsons, the old asylum. They're under attack by raiders. Some of them had used the undiluted serum. It could explain their unusual. 純粋なその薬を使ったら、彼の不思議なその成功を説明してくれるでしょう。じゃあその薬とは何だ？カリスマにかける。What exactly does this serum do?そろそろ知った方がいいでしょう。オミニは、年を取らなくなる。私と私の家族はみんな400歳以上だ。もうそういうファンタジーが。そうですね、マックスウェルズ・ウォールド、だからマックスウェルズ・ウォールドから直接これをやろうと思った。実はこのクエストがその点であまり好きではなかったから、あの道具に使わないと思っていたけど、でもあのこの装備が欲しい。まあ装備欲しいし、うん、マクセルワールドでもだいぶあれだったからいいんじゃない？もう。お前ら本当に400歳なのか ？If you're 400 years old, then you were born before the Great War. Yes, I think you were too. I'd say mid 21st century. I don't see what that has to do with anything. You're right. I... Is there anything else?あ、じゃあ、パーソンズについて話そうか。パーソンズというのは、あのアサイルムのことです。パーソンズでは本当に何が起こったのか教える時間でしょう。私の父、ロレンゾ・カブトは、パーソンズで閉じ込められている。アラビアの発掘で見つけた、アーティファクトを手に入れてから、彼はおたまかおかしくなって、危険になった。暴力的になっていろんなオカルトな力を手に入れたようだ。結局彼を閉じ込める。石仮面じゃん。いわばそう、ジョジョだよ。そう、俺は人間をやめるぞ、ジョジョって。その通りですよ。だからその物質、地の中にある物質を使ってこの地の定めキャーバット。しかし彼がパーソンズから逃げられたら、父は永遠に失ってしまうし、大変なことになるかもしれない。まあ、どんだけエスパーに、どんだけ吸血鬼になっていても、それほど危険だと私は思わないけど、まあ、とりあえず急ごうか。吸血鬼だなぁ。ちょっと待って、エモジンを探していなかったのか？ああ、見つけたんだ。彼女なら大丈夫だ。Yes, I found her. はい、見つけたんだ。She's fine. Oh, ああ、よかった。At least there's one small comfort on this terrible day. You'll be wanting to be paid, of course. Edward, 報酬は欲しいでしょうね。Edward は普通ならEdwardが片付けてくれてるキャプスは使ってますね。どうぞ。安い。When we get to Parsons, Parsons に着いたら私の言う通りにしないとダメです。わかりましたか？はい。OK。よかった。ネカルはかなりの戦いになりそうだから、必要なものを集めてこい。ね。
I love father at least as much as you. プロテクトラが見てる。もう気をつけないとハンコックさんに刺されるよ、2回サクサクって。そうだね。あ、そういえば今回からハンコックさんがいますね。そうです。しかし、トリオシさんは前にあの見ていてから驚かなかったね。そうそう、なんかあのお猿さんみたいになっちゃって。お猿さんだと？ほらあのさ、いるじゃん、ホールアウトで出てくるさ、あのお猿さんのさ、ぬいぐるみみたいなの、腹立つやつ、目が光るやつ、なんかスペースモンキーみたいなやつ。スペースモンキー、ただシンバル持ってるだけでスペースモンキーになるのか。あれ、なんか宇宙服着た猿みたいになかったっけ、ぬいぐるみ。ああ、それはキャプテンカズモスと彼のムーンモンキーだ。ムーンモンキー、うん、ああ、なんか正式名称知らなかったんで。そうか、そう、あれのなんかに思い出すんだよね、さっきのハンコクさん見ると、うん、なるほど、不思議とね。それほら、ハンコクさんって黒目がちだからさ、すごいなんかともすれば可愛いみたいな、まあ、うん、まあって感じだからちょっとね愛らしく見えてしまったんだよね。さて、ここでファーストトラブルできるけど、ジャック・キャベットと一緒に行動するともっと説明してくれるでしょ。あ、本当に歩いてる時に、うん、ロングフェローじいじみたいな感じで。そうそうそう、 Just to be clearそんな装備で大丈夫か。そんなしょぼいエナジー武器で、うん、お父さん訳してくれないと。そうそうそう、あのあれだけ父の医療をしようとしてるのに、彼に逃げられてしまったら全て台無しだ。まあ、つまり父を石の神じゃなくて、あのアーティファクトの影響から助けようとしてるんですね。なるほど。しかし足が遅いな。いや、私がこの帽子をかぶってるから。だから本当、エジプトで見つかった石仮面の影響で不老不死になるってもう半端じゃないね、本当。うん、テンションが上がります。うん、ロレンゾがあれほど危険になったのはあのアーティファクトのせいだ。彼のサイコーシスも、あの、そのアーティファクトを取れたら、そのサイコーシスも治るでしょうのに。え、ここはじゃあくっついてるんだ。まだ顔に仮面というかアーティファクトが、あの ここまで聞いてると兜のように聞こえますよ。なるほど。ああ、誰かいる、誰や。なんここバンカーヒルというところです。行ったことない。普通の人はここに行くと思うけどね。普通の人ならね。ハオさん普通じゃないの。じゃないんじゃないか。じゃあ別にお父さんを利用して金儲けとかしてるわけじゃなくて、うん、ただ父を助けたいし、そうするのはあの薬を使うしかないんですね。まあ自分も研究し続けるね。生きてないといけないもんね、うん、お、なんかなんか、メーセナリー、え、マーチンズなのか分からんけど、とりあえずどんどん走ってくよあの人。そうですね。あの人はボルト81に行ってるそうだ。うん、ボルト81にも行ったことがないな。普通の人なら行くけどな。ハグさんはなんか意図的に行かないとこがあるんだね。そうですね、道具に使うかどうか迷ってしまうからね。なるほど。このシリーズはかなり長くなっているから厳選しないとダメですね。そうですね。よっ、え、テレポートしたかと思ったら、ほらほらほら、行きましょうよ。よーしよ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 し、あのロボットみたいに一瞬その消えてしまったら困るからね。なんかかっこいい、なんか黄色い。キャラン・ボックス・ボット。めっちゃ牛が走ってくる。あー、しまった、ここか。え、ここはタルテがありますね、いつも。おお、すごい。よし、クリア。ハグさんのクリアっぷりはいいね。お、これはまあ、同性保護にできることはないから説明するけど、はい、はい、できることはあるか。キャラバンガード、まあいいか。キャラバンガード、虫が。今私はフォロー3、フォローニューベイグスにあるスナイパーライフルを持ってるけど、うん、あの面白い仕様を見つけました。何でしょう。スカウトとこのようなスコープにすると、うん、バツで結構使えるし、これは実は私が見つけたバツ対応、バツ強化か、あ、バツ強化スナイパーライフルですから、あのバツのわけで結構使える。面白いけど、なんかバツを使おうと思わなかった、なぜか。わしも今見せてくれなかったのと見せてくれなかったから、ちょっとあれって思った。あと、このスナイパーライフルのモードをアップデートしたから、うん、
うん、今のリロードのアニメーションもユニークになってる。確かに。さて君は、あ、手伝ってもらおうか。あーでも仲が悪いから、いやだだ、私はあえてポリスのプロテクションの方がいいから。お前、あ、よかった。一瞬プロテクションを殺したかと思ってるから。さよなら。行きましょうよ、みんな行きましょう。吸血鬼を止めに行けないといけないから。ちょっとどこ行ったの？ん？いや、あ、あー、ガチがね、びっくりした、ちょっと事故を爆発した。あ、あれは間違いなくハンコクさんですね。ハンコクさんでっかい、マグナムレボルバーを使ってるからね。あれはやっぱりパワーアームじゃないとでかすぎますね。いや、でかすぎますね。よく持って走るなと。うん、だ、あ、ダークウェザーズ。そうか。おい、よし、使うぞ。お、見てよこれ。すごい。すごいいっぱい使える。わあ。わあ、しかも、もうアサルトロンが。アサルトロンゴルゴン。連れて行った方がいいでしょうね。じゃあこれはやめます。よし君。アブス。あの、これ腕が。大丈夫。そしてお前はバツで壊す。ドゥーンプロテクトロン。まだか。硬いね。さすがロボットですね。よっしゃ。よし。さて、ダークウェザーズ大丈夫か。そういえば、ダークウェザーズはかなりいい資源を持ってるけど、まあそんな場合じゃないか。あのポリスプロテクターも足が遅いから、とりあえずこれを連れて行っても大丈夫か。わあ、何を、なん、あ、あそこにすごいヤオマイとデスクラーが戦って、お前ちょっとカオスカオス。やる気やなあいつ、ほんとすごい。ミスティックデスクラーか。なるほどね。まあ仲良く遊んでいてね。あの博士行きましょう。なんてこった、アイボットが。わあ、まだうぐーうぐー。そう、リロードアニメーションがね、うん、これね、ギュッてこう引くのね。うん、いいね。なるほど、後ろからなんか来ますね、ジャンクボット。うおお、あ、これなんという、どういうゲームかな。そう、あ、あ、当たってない。あ、当たった。いやー、もうカオスだよもう。あ、戻ってきた。ああ、お前な、これこの人は私の友達ですよ。というか雇い主ですよ。雇い主がもう負傷しております。ん、まだなんかあるのか。燃えてる。そうか、ここはレイダの神殿ですから。ややこしみのあるクエスト。ああ、お前も参戦するのか。参戦したって。固有名詞を持ってるレイダーさん、お帰りください。あー、固有名詞じゃなかった。いるぞ、分かってるから。なんか顎がすごかったな。顎、そんな顎もおさらばだ。よし博士行きましょう。博士、父を助けるんでしょ。そんな、ああ、博士、敵の開閉放射器を奪わないでください。いや、ちょっとやる気かよこの人。いや、まあ心強いから。あ、後ろにレーダーみたいな人いた。え、いた。いや、あれはキャラバンのガードでした。なんだ、キャラバンガードか。そして君はな、あのデスクラーお疲れ様ですが、さようなら。やる気がありすぎる。博士爆発するから。博士、あー、まあセーフティー
ゾーンにいたか。よし、よし、博士が強くなった。ちょっと。そうですね。残念ながらこれでさらに足が遅くなってしまったけど。そっか。前はピストルだったからね。見守るパッパ。頑張れ頑張れ。おお、ここになんとソルトンがいるじゃないか。え、なんか一瞬見えたよ。あ、え、本当に。うん、だからこっそりとケイト。ケイトって誰。消えてる。すごい。ちょっと落ち着け。友達になりましょう。Let's go. Move here. あー、博士、これは友達ですよ。新しい友達です。友達になれない。There. まあ前に出ていれば大丈夫か。Move out. 行きましょう。私たちが先に、先にアサイルに着きましょう。着こう。もうこれはキリがないし。Go. あ、いや、あそこで、あそこです。あそこです。いやいや、そう、あそこです。ん？ん？あれ？粉砕された？博士に殺す、博士に殺された。しかも博士から戻ってる。このバカ。何がそんなに楽しいんだ。ああ、いやー、 AP が全然使わないな、このライフルは。ああ、ウンデン。楽しいね、楽しいね、博士。博士、いやー楽しい。パーソンズに行かなくては。そうですよ、そうですよ、そうですよ。スーパーミュートンと戦ってる場合じゃないでしょ。フレイマで遊んでる場合じゃないでしょ。わかるけどよ。わかるよ。こう。こ、ああ、そっか、あそこですからね。あそこなの。泳いでいくのか、博士。そんなわけないでしょ。そんなわけ。泳ぐのか、その重いフレイマを持ちながら。こいつ、やる気。気が変わった。はったおすぞ。やっぱりやめますわ。こいつ、はったおすぞ。泳ぐなんて、私はどうかしていた。父の印象は大事ですけどね。父の印象は大事だと思うけど、やっぱり泳ぎたくない。泳ぎたくない。もうこれはレジェンダリーですか？レジェンダリーでしたけど、まあ、どうでもいいか。ん？ブラッドローチが。溺れてる？おう。あ！おお。もうなんかみんなでハンティングを楽しんでるとしか思えんな。そうですね。まあ博士が武器を持つのやめた。もう疲れた。私は疲れたのだ。疲れたので、あと任せてよ。家に帰る。なんか帰ってウーロン茶でも飲みたいさ。もう何しに来たんだこいつ。巻いてください。巻きでお願いします。いやでもまあいい天気ですね。こいつ走らんぞ。もう走るのやめたな。最近どうだい博士。ビジネスの話をしようか。でもこの帽子をかぶってると歩くペースも速くなってしまうな。博士に進まない。まあこんなシュールなシーンはやめましょう。早く行きましょう。通りますよ。あ、通りますよ。通り方が雑。ここはよくデスクラがスポーンする場所ですね。へえ。だからデスクラに会おう、博士は会うと思うから、そいつを先に倒そう。いるだろう、ここにいるだろう。いつもいるから。
おい、ここはどうやあのデスクローさんは不在ですから。ああ、じゃあよかったですね。そうですね、よかったね博士。ああ、嵐来ちゃった。でもいいタイミングで来ましたね。ここはレイのアサイルムです。本当ですか。うん、リーダーはいないかな。もう俺一人にならなかった。あ、みんな死んでる。そう、傭兵とレイダーがやり合ったんですね。そうですね。そしてそっと身ぐるみをハグさん。弾薬はいただいていかないとは言えない。博士がいないけど先に入ります。ハンコックさんが後ろからいいぞいいぞって思いながら見てるでしょうね。うん。まあテレポートしてくるでしょ。まあね、あれから全然話してくれなかったし、ただただ戦ってたし。お、なんかめっちゃ喋ってる。ハンコック、俺なんかアサルに行く運命だとみんなに言われていたんだね。なんかレイダーがめっちゃ喋ってるっぽいけど。そうですね、何を言ってるでしょう。もう話は終わったのか多分ですが、いや、わからない。そもそもなんでレイダーはここに来たのかよくわからないな。そしてここがあの薬の源としか知らないかもしれないな。そしてなんで今回その守りが破られたのかってね。うん、いや、まあその薬を使ってるでしょう、盗んだもの。ということは風呂不死。ああ、出たー。なんか、あ、でも薬使ってるには簡単に死ぬけど、どうなんだろう。そうだね、まだ実際に使ってる人には会っていないかもしれない。なるほど。おい、誰がいる。そろそろもっと静かな武器を使いましょうか。お、あ、イエーイ。何よ。誰かいるぞ。Come on out. I'll make it nice. さ、すごい。お、あ、まだいる。まだいる。頑張れハンコーク。頑張れ。そのでっかすぎる銃で頑張れ。頑張れ。すごい食らってるけど。あんまり命中率が良くないかもしれないな。そっか。まああんなサイズのな、な、わかるでしょ。そう思うっしょ。はい、一時休憩。わかった。お、そうか、レジェンダリーか。サクサク。カブリューズマッシェって。もう今の黒ひげ一発みたいな感じで、トンってたらピョイーンって首が飛んでめっちゃ面白かったよね。ここはフォロー、首がポーン と飛ぶ世界。飛ぶ世界です。よし、行こう。まあ博士が来てないけど気になるけど、まあ、そうだね。このまま攻略しちゃおうぜ。そろそろピースを上げましょう。なんか光ってる。光ってる、なんか。全体的に光ってて怖い。謎の最終回っぽさがあるね。その走りながら博士のためにこのドアを開けましょう。お、やった。まだ来てないけどね博士は。お、なんだこれ。ごめん、この人は私を最初に雇ってくれたグールの人ですね。本当ですか。まあやっぱりその400歳の人はグールのカンパニーを好むか。お、ボブルヘッドだ。ボブルヘッドだ。私のクリスマが言ってなかったけど、もう10ですからどうでもいいか。You okay? 大丈夫か。俺のことは大丈夫だ。俺なら大丈夫だ。休憩か。休憩ですね。あれ撃たれたしね。No way to hack this. これをハックできませんということは、博士の到来が必要です。なるだけあのおばさん
あの王座みたいに座れたら面白いけどね。あのね、ここでね、メモリーデンにいる。そう、メモリーデンにいる。イエヴァだっけ？イヴァ。I wanna be the イエヴァな。忘れた。あ、そうか、座ったら待てるよ。待てるでしょ。待とう待とう。なんか、エドワードさんにすごく失礼な気がするけど。ごめん、エドワードさん。1時間が経った。1時間が経って、博士はまだ来ない。ああ、博士は来なかったか。I just need to... 1分休まないと。1時間と1分休む必要があったんだ。1時間経ったけどね、先ほど。あ、出るのか。あ、ここか。ハンコーク、そこは次のステージですからね。私はそこまで。お、あ、来たか。ここから撃てるかな。あ、窓から座るね。ガウスライフルです。おお、すごい。あ、強い。うわ、強い。上上上、上にいるね。レジェンダリーレイダーが。おお、強い。パーンだ。強いね、いいね。あ、びっくりした。ガウスライフルね、あのレイルルンの最高傑作だ。しかしこのガウスライフルは実は私はモードしてテクスチャーを変えてます。普通のガウスライフルはもうちょっと地味な青い色ですが、これはウォッツの家電 の会社の色がついてます。なんかいいね、緑と赤で、うん、このテクスチャーは本当に好きだ。というか、ウォッツの作品はもっと見たいよね。ウォッツ、ウォッツ、実はフォロー3でウォッツのレーザーライフルを使ってますね。んー、あれもモッドですが、あのそのウォッツのレーザーライフルはフォロー1と2だけにあった。じゃあこれ博士迎えに行く必要があるのでは。大事なんですね。そうかな。じゃあ一旦出てみよう。あ、あ、いた。多分なんで彼が遅いかといえば、うん、これです。やっぱり私のオフィスに行かないといけない。あそこからじゃ、あの本当の状況がわかる。いや、あのオフィスならすぐに行けると思う、うん、行こうぜ。あの驚くと思うよ。何が？ジャックさんは驚くと思う。簡単に彼のオフィスまで行けるから。ああ、ほら空いてるでしょ。みんな死んでるし。不思議と思わないか、ジャックさん。私が先にみんな片付けてからね。お前が遅いから。いや、だブロックされてないんですよ。ほら空いてるでしょ。このシステム支配された頭で。いやいやいや、ほらほら、ジャックさん、ジャック、いや、状況はまずいなのは分かってるけど、あのドア開いてますよ。自分の目で確かめろ。その博士、その、あ、賢いと思うから、その頭を使ってください。あのドア、2つの状態がありましてね、あの1つは閉じてる、もう1つは開いてる。で、実はね、あれは今ね、あの閉じてるわけではなく、開いてますよ。ほっ、そう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 、分かってくれたか。分かってくれましたね。あのオフィスは即ですよ。忘れたか。いや、そのレーダーの声は気になさらず。気になさらず。エドワード。エドワード。怪我したのか。俺は死んでないぞ。だけど今のところ立てそうにない。I sent the elevator down to the basement。ハグさん、エドワードってね、バイオゼロでね。ゾンビ機に噛まれて、まさにこのポーズで電車の中でうずくまって、yeah. 森の中はやばいみたいなこと言って、最終的にゾンビになるんだけど。それは面白いよ。なんか名前が関係ないでしょ。なんか名前が一緒なんだよ、うん、エドワードなんだよ、そいつも。そうか、そう、すげえ思い出すんだよ。やめてやめて、封じないで。じゃあ遅い博士にかけましょう。かけないで。ちょっと防御になれますよ。おいおい、ハンコックがね、一瞬アソルトトンかと思った。まあそういうヘルメットだな、うん、本当ハンコックさん、そこのソファ好きやな。本当ですね、かわいい。え、どういう状況ですか。What exactly is going on here?
I suppose it's time you knew. そろそろ知った方がいいでしょう。さて、ロレンゾは、凶暴的になってるだけではなく、不思議なストレングスと耐久、力を手に入れた。しかも、テレキネーシスまで。アーティファクトが放っている効果のようですが、つまりスタンドに目覚めたということでよろしいでしょうか。そうですね。やばいじゃん。ちょっとザ・ワールドされたら終わりだね。確かに。でもねえ、ハグさんも正直姿消したりとかねえ、バッツもザワードか。バッツとか使ってザワードするから。あ、怖っ。何か、あ、攻撃、攻撃というか、これは奇襲ではなく、あ、大丈夫か。何これ、どういうこと。どういうこと。なんか地雷があってね。地雷があって、そして完全に今死んだモーションが入ったけど、生きてたね。うん。何、ハグさんはなんか死んでも生き返るみたいな。いやいやいや、タルのノックダウン効果でした。あ、なんだ、びっくりした。だってさっきの演出は殺しきれなかったのか、博士。ハンコクさんがいい感じにしてくれた。あ、そうか。ベルザルクレイル、こいつがあの薬を使ってる。ああ、倒したよ。うん、まあハンコクがね。ああ、うん、いやでも倒せたなと思って。別に死なないわけじゃないんだ。あ、そうですね。そう、そうですね。博士だって不死身というわけでもなく、ただ若返りしただけです。まあ丈夫になったり、うん、若返ったりってことか。なるほどね。そうですね。まあ、とはいえ何もしなかったら400年生きられるっていうのは十分すごいよね。しかしベセズタはそういう話ばっかりで嫌になっちゃうな。嫌になっちゃう。うん、ベセズタは戦前の人だけが使えるみたいです。その新しい人を考えたくないような。まああれはエミールさんの問題か。あのメインライターです。あ、どうも。どうも、お邪魔してるようですね。あー、博士、博士が博士もうシャシャリ出るから本当に。多分ですが、レイダーのノックダウンエフェクトに巻き込まれたけど、なんか効果ない。よし、行きましょう。そのフレームは気に入りすぎでしょ。本当だよ、もう消毒しすぎ。あ、スチームパイプ。あ、私ではなかった。なんかサイコブレイクを思い出すな、その車椅子を乗って。まあそうですね、サイコブレイクだったらサイレンですからね。そうですね。ああ、そうか。穴が開いていたんだ。ああ、 なんじゃこりゃ。おお、へえ、ねえ、やばい、脱出された感がすごい。うん、だけど、あ、こんなサイレンで逃げられた人はいないでしょう。彼らはさすがにね、モータルだね。だけど何がこの先にあるのか気になるね。そうね、普通か、普通か、普通。お、ちょっと物がありますけど、まあいいか、多分薬でしょ。怖い。え、釣りかな。釣り、うん、トイレで、これで釣り。はん、うん、あ、こいつもベザルクだ。まあでも終わりだね。終わりだ。終わりじゃなかった。すごいな、すごいな。死んでも最後食いしばるんだ。博士、博士。おお、なんでおりゃ。レジングレイだ。おお、しまった。クレンデ
Blade! Da-da-da. Oh. Oh. Perfect. Resilient tritium rifle. Looks like this will give a Deathclaw nightmares. このところならデスクラーも悪夢が見そうだ。ちょっとそうですね。てか、どんどん地下に入ってってなんか辛いんだが。あーうー。またか。マネキン厳しいハグさん。じゃあ博士がいなくても先に行こうか。じゃあロレンゾさんとね、話そうじゃないか。え、会えるの？会えるでしょ。だってロレンゾさんのところに行ってるから。まあそうだけど。彼をレイダーから守らないといけないというか、レイダーを彼から守らないといけないから。まあそうね。世界を彼から守らないといけないから。確かにね。そういえばロレンゾという名前も、お、あ、来た。みんな殺しにしよう。うお、なんか、あー！オルトタブを押してしまった。ありがとう、博士。今、彼はどうしようと思ったところでふわーって燃やしてくれた。お、なんだこれ、ラボ。お、ロレンゾさんだ。ロレンゾさん。そしてほら、石の不思議な亀、不思議な石亀と。いや、だから石亀じゃないって。クローズアップを見ようか。Hello, Jack. こんにちは、ジャック。直接的に会いに来てくれるなんて久しぶりですね。お父さん、これを終わりにしないといけない。私の力は強くなったぞ、ジャック。アーティファクトは私にたくさんのことを教えてくれた。私が自由になったら、あなたも教えよう。怖いよ。わかったでしょう、アーティファクトを取るまでは自由にできないって。警備ドア一つずつ開くことになってしまった。とりあえずなんか周りにいるなんかレーダー的なものは、そう、レーダーは彼を自由にしようとしてるようですね。彼なら薬をあげ、彼もらえるだろうかな、そういう話かな。Stop right there!Apparently, even the simplest task was beyond your capabilities. 俺、ハグさんの制圧力高いな。そうですね。レフティさんだって。No! ダメか。Finally, be free! レフティさん打たないの？ハグさん。同じサウスポーとして殺すのはあまり殺したくないけどね。レフティってそういうことでしょうと思う。なるほど。だからこの人たちをみんな遊んでもらおう。ちょっと待って、お前なんかやったのか。じゃあこれをとりあえずロレンゾさんを制圧というか拘束しよう。ああ、お前がやってるんだろ。ロレンゾさん大暴れ中。なんていうことだ。みんな大暴れ中。みんなが戦うように仕向けてんの。なんか操ってんの。戦いたいのか。じゃあかかれ。さすがベルセルク。おっ、爆弾が、爆弾が、うわ、まだ生きてるからね。生きてる、すごい。で、いちいちノックバックで死にそうになる。アンガールだ。ははっ、ちょっと、お、謎の薬、これね、そのダメージ耐性が強いし、ストレングスがゴーテナがあるし、ラッド値が全部消えてしまう、消える。怖い。どうすればいい、どうすればいい。なんかジェネレート、さ、早く殺せと言われている。そのお父さんを、そう、お父さんが強くなってるからね。
いやでも、なんか端末でもあるのか。もう入れるんじゃない？ドア開くんじゃないの？わかんないけど。それはダメでしょ。あ、ドア開くってか、外から中をこう。この人は忙しい。それ押したら、あ、で倒すの？カブさんが？かな。行ってみるか。行ってみるか。面白い。なんか大変なことになってしまったね。なんか大変なことになってしまったね。でいいの？お父さん無抵抗だねこれね。うん。Just getting warmed up over here. え、なんか全然聞いてる気がしない。じゃあ私も手伝おうか。さすが石仮面の力。うん。さよならレレンゾーさん。おお、すごい。すごい犬みたいにブルルってやったよ。あれ？ヒーローの勝ちだ。お前はレイダーだよ。ああ、わかった。お前はジャックと戦う気だね。わかった。お疲れ。お疲れ。ジャック。大丈夫。そっか。ごめんなさい、お父さん。力を尽くした。もうちょっとであのアーティファクトを取りそうになっていたと思っていたけど、さよならお父さん。まあ大丈夫か、忙しいって。じゃあそのスーツをもらいますロレンゾさん。まああれか、石仮面が砕けたことによって。おお、本当に砕けてるね、すごい。あ、いや、これはね、エンビリアの武器のその破壊し、その破壊エフェクトか。まあ分からないけど、とにかく切ってみよう。お、これがもしかすると私の新しい装備となるかもしれない。どれどれ、ほら、おお、あ、似合う。その残念ながら上着感が今のアーマーではダメですけど、皆さんがこれでいいと思えば、私は自分のアーマーこれに合わせようと思う。ほら、いいよ、いい、なんか提督感がある。なんだろうね、本当のキャプテンになりきったような感じですね、うん、イギリス艦隊、フランス艦隊みたいな、そういう感じがするね。うん、まあ、ということでね、ジャック、あ、直接切ってくれてか。僕にチョイスはなかったんですね。うん、確かに。なんかすごいことになっていた。本当ね。I think this time I really was close to finding a way to cure him. His crime. 彼は自由だった時の彼の犯罪は、私の家族の権力によって彼はデスローを逃れた。デスローというのは死刑です。死刑を逃れただけど、本当にチョイスなんてなかった。ご主張様、I'm sorry about Lorenzo. ご主張でくよ。 I appreciate that. Before you go, I couldn't have done this without your help. I think this is fair compensation. I won't be needing your services after this. What? Yay!やったー、ボトルカップ500もらった。ありがとうね。 Great. Thanks. One more thing. I've done so、アーティファクトはたくさん研究してますけど、あれを使って何か作れるかもしれない。やめときなよ。1週間後キャブトハウスにいらっしゃってください。薬作ってくれなんか。いや、薬でもなく武器だろう。武器か。アーティファクトの力使って、なんか怖いんだよそういう。お、ダンダンダン。あ、すごい、いっぱいある。早速撃とう。撃つの？うん。なんで？もう戦闘も何もないのに。私は若返りたいからね。あれ？あ、よーし。ランド値がなくなってる。あ、本当だ。そして今持てる量はかなり上がってるでしょ。そう、400までが。あ、すごい。パワフルになってる。グワー！ハルクスマッシュ！いやー、じゃあ皆さん、かなり大変な冒険になったけど、
また次回でお会いしましょう。そしてこの装備でよければこの装備にします。いいと思いますよ。セーターベストだってあの鎧とすごく合っていたけどね。うん、ではお疲れ様です。